こんばんは、速稼塾の久保です。今回はですね、ゆとりライフの天野さんがお金のブロックを外す方法っていうか、方法というかね、エピソードを話してくださいましたね。まあ要約すると、あなたは見ず知らずの人に商品を売ってお金をもらうのが楽なのか、それともすでに信頼関係があって仲良しで、まあ、身近な人にね、何か役に立つことをしてお金をいただくのが抵抗があるかってことですよね。これ私はですね、まずは身近な信頼関係がある人に責任を持って商品やサービスを提供してお金を堂々ともらうっていう方が私は簡単だと思うんですよ。それに比べたら、見ず知らずの人が商品を買ってですね、その方からお金もらう方が私はね、どっちかっていうとやりにくいなと思うんですよね。これほとんどの方はでも逆ですよね。見ず知らずの方とか縁の薄い方からは遠慮なくお金をもらおうと思うんだけども、自分のね、身内ですとか身近な人からなかなかお金取りづらいと思うんですよ。ちなみに私はですね、母親から民謡の教育を受けてますけども、ちゃんと月謝払ってますし、お中元とかお歳暮とかね、ちゃんと出してるんですよ当たり前だと思うんですよね。それから縫い物をお互いにし合う時でも、頼んだ人っていうのは、頼まれた人に対して、依頼した人に対してやっぱりね、3000とか5000とか謝礼を払うんですよね。車を出した方もお車代ってことでやっぱりやり取りしてるんですよ。信頼関係があるからこそ請求できるし、信頼関係や感謝があるからこそお金もきちんと払えると私は思ってるんですね。そういう関係で身の回りを固めていきたいなというふうに考えてますし、逆に言うとですね、自分の信頼関係のある人とか身内とか、そういう人にすらお金を払えない人と付き合ってると、やっぱりあなたはお金がなくなっていくんですよ。どうでしょうかね。周りの人っていうのはお金に対してものすごく払うのももらうのも抵抗のある人ですかね。まあ、いわゆるお金が汚いものって言うんだとしたら、多分そういうことになると思います。でも実際、お金が汚いものだよっていうふうに教える人っています？いないと思うんですよ。お金を大切に使おうねぐらいは言うと思うんですけども、金持ちが悪い人なんてことをね、ズバッと言う人はあんまりいないと思うんですよね。そういうことを考えていくと、私たちはまあ、お金のマインドブロックというのはね、先入観とか勝手な思い込みで、我々はお金の教育をひどく受けてきたっていうふうに今ね、なんか無理やり思ってるんじゃないかと思うんですよ。実際にお金が汚いものだよっていうふうに言った人が、自分の人生でこの人、あの人、その人って思い浮かぶ方いますかね。もしくはお金持ちっていうのは悪いことをしてるんだよって、こんな言い方をする人が身の回りにいたかなと思ったら、多分いないと思うんですよね。逆にお金はものすごく大切に使うものだと、お金はもう稼ぐ方法よりも使う方法の方がね、すごく大事なんだよとかね、まあいろいろとね、お金に関しては、やっぱり盗んでくるのはやっぱり悪いこと、汚いことっていう教え方をする方はいると思いますけども、一生懸命ね、働いてお金をいただいて、それを貯めていくとかね、使っていくってことに対して汚いものだよって方はいないような気がするんですよね。冷静に考えてみると、お金が汚いものなんていう人は多分誰もいなかったと思うんですよ。どうですかね。自分の人生にお金が汚いものだって言った人がいるとしたら、その人がね、ちょっとね、この人です、あの人ですっていう風に名前挙げれる方っていますかね。ちょっと私はなかなか思いつかないんじゃないかなと思いますけども、皆さんのお考えいかがでしょうか。さあ、それではですね、動画説明欄からゆとりライフの天野さんのお金のマインドブロックについてのエピソードをちょっと聞いてみてください。それではどうぞ。